菊池克人と佐々木千明の言霊アラカルト。皆さんこんにちは。お元気でしたか？菊池克人です。皆さんこんにちは、佐々木千明です。菊池さん、先月の放送でおっしゃっておられた、はい、あのフジテレビのほんまでか TV、 菊池さんがね、あのゲストとしてお出になられた回の録画拝見しましたよ。それはどうもありがとうございますなんかちょっとね、あのこの言霊アラカルトで皆さんにこう楽しんでいただいてる菊池さんの筆跡分析、これがね、あのさんまさんの番組で取り上げられてる、このとっても嬉しかったんですよ。ありがとうで、私もね、ちらっとやっぱ出演を目指しているね、あの人気番組に、はい、先に菊池さんご出演されたっていう憧れとともにですね、ね、本当にあまり他では体験しない、はい、本当になんだか不思議な体験というか感覚でしたよ。はい、ありがとうございます。あのほんまでか TV のね、はい、まあ、出演というか、あの放送以来さ、やっぱりもう1ヶ月ぐらい経つんだけども、はい、未だにどこ行ってもね、あの私見ましたよとかね、すごいですよとかっていろんな声をかけていただいて、はい、本当にありがたいと思ってます。でそれともにね、はい、やはりね、あれだけの高い視聴率の番組にね、はい、やっぱり必要、あの出演したんだなっていうことがね、はい、改めてその影響力っていうかさ、自分のやってる仕事に対する責任感というかさあのそういうものをね、はい、まあ、前からもちろん感じてはいるんだけども、より一層こう感じるかなっていうことをね、体感しましたね。いやー、あの本当にね、最近こうちょっと身近で起こった最大の事件です私たちにとって。はい、ありがとうございます。はい、本当に。でうちの事務所の子たちがやってるこの市川うらら FM のいろんな番組、はいはい、ね、あのうちの事務所の子はやってるんですけども、うん、全員熱くね、あの菊池さんのほんまでか TV ご出演について語ってましたよ。そうなんです。いや本当ありがとうございますもう本当嬉しいです。そういう話題になるだけでも本当嬉しい。ありがとう。はい、ありがとうございます今回もね、一緒に頑張っていきましょう。そうだね、ありがとうございます。はい、本当にね、今回の菊池さんのほんまでか TV ご出演についてはまだまだ語り尽くせないんですけれども、時間の都合もありますので、そろそろオープニングトークに戻りまして、はい、この番組言霊アラカルト、今まさにトレンドになりつつある筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千明が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があると、ね、うん、いうことについて伺ってまいりましたが、今回ははい、はい、あのその前にちょっと前回のね、はい、簡単な振り返りをしたいんだけども、ええ、前回よくみんなが言うように、勇気を持って頑張ってこうぜって言うじゃない、はい、うん、はい、あれってさ、うん、言ってる方はみんなをやれよ頑張れよって言ってんだけど、はい、言われた方はさ、これ勇気いるんですかみたいな思うわけだよ、うん、要は勇気を持ってって言った途端に勇気が必要なことが前提として語られてると一緒なんですよ、はい、そうなんですよね、勇気いるぞって、うん、だからそれってみんな緊張するしさ、はい、大変なことなんだってみんな萎縮するじゃない、うんうん、思います。これは応援をするように言ってはいるけども、はい、本当は萎縮させるところもあるわけですよ。うん、普段通り楽しめよって言ったらさ、はい、萎縮しないじゃない？そうなんですよね。でもさ、いやそれはもう頑張ってさ、はい、あのなんていうの、勇気持ってやるんだよって言ったら、やばいな、勇気どういうことですかとかさ、急に不安になったりするじゃない？なりますね。これが言葉の恐ろしいとこだよねってことなんですよ。はい、確かに。で今回はね、はい、皆さんもよく使ってる言葉なんだけど。はい、あの昔の方の本にも書いてありますが、願望を持つっていう言葉があるんですよ。願望を持ち続けろとかね、あ、はい、願望を持っていくんだっていうでしょ、願望っていう言葉あるじゃない、はい、基本的にみんなプラスで考えてるんですよ。願望って将来満たそうと思ってるもんだよなって思ってるんだけども、はい、ただこれを使う時にどんなイメージをしてますかってことなんですよ。願望って言ったのもそう、願望って言った単に、はい、夜空の
遠くに浮かぶ地平線スリスリに浮かんでる星を想像するようなことを考えてると、はい、願望って言った途端に、あ、そこにはもう手を届かないんだと。あ、でもそこまで向かっていくことが大事なんだっていうふうに自分の中で解釈しちゃう場合なんですよ。勝手にですか？勝手に、もともとそこには行けない、でもその近くには行ける、その方向に進むのはいいんだ、いわゆる途中経過、はい、プロセス、はい、そこが大事なんだよって考え方に陥る可能性があるんですよ。願望って言葉を使っちゃうと。だってもしかしたら一生手が届かないかもしれないから願望にしてるんだもん。確かにそうですね。そうだろ、はい、だからそれも無意識でやってるとそういう言葉を結構使っちゃうんですよ。無意識で使ってました。そうだろところがさ、その時にさ、はい、いや願望じゃなくて、はい、その願望がもし満たされたらその次何があるのあなたはっていう時に、うん、それはこうなんぞって言ったらさ、うん、そこに行くための手段に変わっちゃうんですよ。願望じゃないでしょそれ。そうですね。その前に必要なことだから、はい、それぐらいはちょっと行かなきゃねっていうことで、うん、願望なんて大げさなこと言わなくてもいいわけだよね。まあ目標とかだったらまたちょっと違うんですかね。まあ目標でもいいけどさ、うん、でもその目標でもそうなんだけど、その目標を達したら何をするのってことを考えることによって、はい、目標そのものが途中経過になっちゃうんですよ。ということは満たして当たり前途中経過だから。あ、そうですね。そうでしょ、どっか経由してここ行くんだよ時に、はい、どっか経由してここ行くっていうことに対してさ、はい、緊張何もしないじゃん。しないですしないでしょ。はい、緊張はしないです、ね、要はそのことなんだよね。あ、そういうことなんですかね。あ、確かに確かに。だからこれはもっとみんなが使ってる言葉で言うと、うん、はい、願望っていうことはあんまり皆さん使わないかもしれないけども、、健康になりたいねって言うじゃない。あ、はい、これはもうね、みんな言うだろ、日常的によく聞きますよ、はい、これだって前提は何ですかってことなんだよ。健康じゃないだよな、今は私健康じゃないっていう人が健康になりたいってわけですよ、うん、そうですね。ということはさ、ね、有名な言葉でさ、はい、思考は現実化するっていうのがあるから、はい、健康になりたいって言ってれば健康になりますよねって思ってる人いるわけだよ。思っちゃいますね。思っちゃうでしょ、はい、でもそうじゃなくて、健康になりたいってことは健康じゃないんだ私はっていうことを何回も何回も刷り込んだらさ、健康になるわけないんだよね。あらま、言葉って恐ろしいですね。恐ろしいんですよ、恐ろしいんですよ。ただ皮肉なことは、もしそう言ってると、はい、健康になりたいって一生言える人になるんです、うん、なぜかというと健康になることないからですよ。願いは叶っちゃうんですよ。健康になりたい、健康になりたいってずっと言える人になる。なぜならば健康になることはないからですよ。あ、なるほど。だから大事なことは、分かった分かった、健康になったらあなたどういう人生なのっていうことについて、そっちを考えることによって健康って手段になっちゃうんだよね。目的じゃないでしょ。そうですね。そのことによって、うんうん、当然到達してそれを踏み越えて次に行くんでしょっていう前提が入ってくるじゃない。はい、はい、まあ何か例えばね、怪我をしてしまった、膝が痛い、でも山を登れるように健康になりそう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 、なろうというところですよね。目標があっての健康に、ね、なろうということですもんね。でどうしてもみんな健康になりたいって昔から言ってるから、はい、痛いですよねって人いるじゃない、はい、そういう人のためにいい言葉があるんですよ。え、何ですか、知りたいです。何でしょう、あのね、はい、もっと健康になりたいって言ったらさ、今健康だっていう前提が入ってるじゃん。確かに。だってもっとだもん。そうですね、もっと良くなりたい、はい、もっと健康になりたい、もっと楽しくしようよって、今が楽しいこと、今が健康のことでしょ、はい、それだけでいいんですよ。あ、その言葉を言うだけで自分の深いところの意識は、はい、そうだよな、今健康だもんなっていう思いになるわけだよ、うんうん、確かに。すごい、そのもっとつけるだけで、そう、あるいはさらにとかね、さあ、なるほど、すごい魔法の言葉ですね、うん、本当に。そのことによってそのことによって前提がすり替わるんですよ、はい、健康になりたいよねって言ったら今健康じゃないもんねって前提じゃない、はい、でももっと健康になりたいよねって言ったらさ、前提は今健康ですね、でも年に1回ぐらい風邪ひくんでしょ、これもっと健康になったら引かなくなるよねっていう、そういうレベルの話なので。確かにそうですね、こう着々と健康になる道を進んでる感じが ね、 どんどんねしますもんね。これも全部言葉で、ここに強い精神性とか根性とか気合なんていらないんだよ ね、はい、ま、ね、その言葉を使えば変わるでしょってことなんだね。そうですよね、そうですよね。だから楽なんですよ。やっぱり健康になるために頑張ろうっていうね、こうちょっとフレーズ的によく私は聞くんですけど、でしょ頑張るとどういう時使うのって。そうですね嫌なことやる時、ね、苦痛を伴うことやる時、そうですね。でも健康になることが楽しいんだったら、うん、頑張るって言葉じゃないよね。そうですよね、
そうでしょ、そうですね、苦痛は伴いませんからね、うん、ね、健康になってハッピーになりたいなという気持ちから健康になっていくんですもんね。その時にさ、いや努力がいるからやっぱ頑張んないと、いや努力と思ってる時点であなた違うんじゃないの確かに。だからこういうのを掘り下げていくとさ、普段使ってる言葉でも落とし穴がたくさんあるんですよ、はい、いやでもね、前提前提が全部違うから、これをちゃんと掘り下げていくとどんな言葉を使えばいいのかなってことがだんだん分かってくるんですよ。なるほど、面白い世界だよね。面白いです、本当に魔法の言葉だなと思いました。だから言霊って、昔の人は言葉には魂があるぞっていうのはそのことで、そうですね、考えて云々よりもやっぱり魂が潜んでいて、その魂が分かってる人はそういう使い方があるだろうってことなんだよね。そうですよね、本当にすごい面白い世界だと僕は思ってます。いや私も今聞いてもうさらに面白いなというふうに感じました。うん、日常で ね、ついつい使っちゃうと思うんですが、皆さんもさらにもっとっていうね、この言葉を使いながら、そう、ね、邁進していきましょう。はい、ありがとうございます。なんか言葉に注意してるじゃない。そうですね、一言一言ちょっと慎重になっちゃいますよ ね。はい、はい、では菊池さんの説明ですね、もう一度聞き直したいという方たくさんいらっしゃると思いますが、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてですね、アップされますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索いただきまして、ぜひ改めてご覧いただければと思います。またですね、一般的によく使われる言葉とか表現から出てくるフレーズだったりもするので、聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーション活用していけるのではないかと思っております。そして今回菊池さんにお話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって、決して断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがでしたでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回は彩香小袋さんのワインディングロードという曲を選ばせていただきました。まあ、ワインディングロードということで、曲がりくねった道と ね、翻訳をするとよく聞くかと思うんですけれども、まあ、菊池さん、曲がりくねった道ってお好きですか？いや、ケースバイケースです。あ、本当ですか？はい、でケースによっては好きなこともあるってことですよね。いろんなことが知れるじゃないかともあるしね。うん、確かに直線で行けばいいってもんじゃないだろうってこともあるしね。そうなんですよ、ここはやっぱりあるよね、はい、好みもね。そうなんです、考え方もね、はい、私も本当にね、直線ね、目標が見えてるのはすごく嬉しいんですけど、やっぱりここで本当にね、落とし穴があるんじゃないかとか、その考えながらこう人生をね、楽しんでいるよう、いろんなことがこう経験できるような気がするよね。そうなんです。曲がりくねった道を行くっていうのはね、谷あり山ありというところを楽しんでおりまして、まあ、このね、夏になりましたので、まあ、いろいろな経験をね、またちょっとしていきながら大きくなっていきたいなということで、今回はこちらの曲を選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でですね、ご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方いらっしゃいましたら、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、はい、次回ゲストに お招きする方に予告編というわけではないのですが、うん、どんな方がゲストに来ていただけるのかということをですね、筆跡分析の立場であらかじめリスナーの皆さんに、はい、知っておいていただけたいだなと思いまして、はい、はい、でちなみにですね、今回その方に書いていただいた3文字は3文字です、うんうん、はい、見学会、見学会、はい、はい、見る、学ぶ、会う、見学会ですね、はい、はい、うん、はい、では菊池さん、
分析のポイント交えながら解説をお願いいたします。はい、ですね、はい、この字を見てすぐにもうか皆さんこれ感じるのは、はい、横線が結構長いな。見学会の学っていう字の中に子供っていう字があるんですが、はい、子っていう字の横線が結構長いなっていうのを、まあ、気がつくと思うんですよ。はい、でこれが長い方というのはちょっとこの方がどういう方かは別にして、はい、自分の中に専門的なものとか、はい、高いスキルとかっていったものに対して、非常に関心が高い。逆に言えばそれが満たされるんだったら、何でもやっちゃうなみたいな、いわゆるモチベーションを生む源泉が、はい、そういった世界にある可能性が高い人です。したがってそういったものの世界でもしやってるとしたらね、この人はね、とっても楽しくやってると思います。いわゆる自分のやってることがより専門性が高まるぞみたいなことを考えながら、そこで充実してるとすると、すごく楽しいモチベーションを生みながらやってるだろうなって気がしますね。この横線からそういうことが分かるんですか。あとは見学会の会という字、はい、左払いが結構長めなんですよ、全体のバランスからいって。そうですね、右側は割と短めになってますけれども、ね、左が長いでしょ、はい、でここはどちらかというと芸能人の方に多い字なんですけども、そうなんですか、どう私って見られてるかなとか、はい、外見がどうなってるのかなとかっていうことを結構気にする人なんですね。だから逆に言うと、どう見られるかってことに対して関心も高い。だからそれを自分がどう見られるかってことに対して、はい、うまく使うと自分のモチベーションを生む可能性もあるんですよ。こう見えたらいいな、そのためにこうしようかな、なるほど、あるいは自分をなんか評価する人にどう見えるかな、どういう印象を受けるかなとかっていうことを気にしながら何かをするってことも、はい、この人はそんなに苦じゃないですね。じゃあ本当に前向きな感じの、私のことどう見えますかっていうところが結構こう表現がうまいっていうか、逆にそこが短い方は別に私どう見えてもいいからみたいなとこもあるんだよ。私は私で行くからみたいなとこがあってさ、そういう方もいらっしゃるんですか。もちろんいますよ、世の中いろんな人いるから、どれがいい悪いじゃないからね。あとこの方はやっぱり見学の見というのを見るっていう字の羽を結構しっかり跳ねてるので、はい、そうですね、しっかりと、学っていう字も下ちゃんと跳ねてるので、はい、一度 やろうと思ったことは最後までやんなくちゃと思ってるところは結構強いですね。初志貫徹というか、はい、やるって決めたらやろうよ最後までみたいなところは結構あるね。粘り強いっていうかね、諦めないというかね、確かに最後まで諦めないところもある。そうですね、見るという字結構しっかりと、ちゃんと跳ねてますね、跳ねていらっしゃいますよ。あとはこの人は、はい、これはこの紙だけを渡して書いてもらったわけだけども、横書きに書きましたよね。そうですね、横に、はい、横に書く人って日本語って普通縦書きの方が楽なんですよ、書くときに。日本語って縦書きにいいように書いてあるから、そうですね、書いてるからね。ところがあえて横書きに書くということは、はい、この人は自分がこの本書きやすいのっていう感覚ですよね。私が良ければいいんだよねっていう感覚、結構心地よいんでしょうね、横書きが。そうそう、私が納得してれば OK みたいなところがあって、はい、そういったものがやっぱりいろんな生活面でも出てるかもしれない。私がいいと思うのはいいんですよそれでっていう感覚が結構あるかもしれないよ。だからそういう目で自分のことを見ていながら、かつ、はい、横線が長いってことは、何か専門的なものとか人が持ってないスキル持ったり、それをどんどん磨くことに対しては、結構やっちゃうよって感じだね。楽しんでるよっていうところは、あとそれがどう見えるかってことも大きいじゃない。そうですね、だからそういった意味では生かしてると多分なんか面白いことやってるかもしれないね、この人ね。よくわかんないけど。そうですね、今こうね、お話聞いただけでも、まあ専門的なところをやられていてね、で人に見られるというところをやっぱり意識してらっしゃるというところが、またちょっとね、気になるところですよね。あれっていう、よく見られてる方なのかななんて思ったりするんですが、ね、あと見るという字の目の左、はい、左下かな、はい、これがきちんとついてるんですよ。はい、ぴったりとくっついております。あそこってさ、はい、つけてもつけなくても、見るっていう字に見えるだろ。見えます。あそこ開けて書く人もいるんだよね。でこの人はつけてるわけ、はい、ということは見るという字を書く以上は最後までちゃんとやんないとダメじゃないっていう感覚があるんだよ。だからこれはさっき羽で見たように、はい、やっぱり最後までちゃんとやろうよって気持ちが基本的に強い方だと分かりますね。いわゆる見るという字の底をつけてもつけなくても分かんのに、はい、いやいやつけなくちゃっていうことで、一点につけるって集中してないと
あれつけられないですよ、うん、そうなんですよね。開ける方が楽だよ。そうなんですよね、うん、そうでしょつけちゃう私はついついそうなんですよねって言っちゃうんですけど、はい、だからそういうことをこの方は当たり前に思ってるよね。うーん、そうですね、というところがよくわかるね、こういうところで。なんかね、ちょっとまた今までのゲストさんとも違ったいろいろなこうねところが出てきたかなというふうな感じで私は今聞いていたんですけれども、うん、またねどんな方がねいらっしゃるのかなというところはあるんですが、うん、楽しみですね、とっても楽しみです、はい、皆さん楽しみにしていてくださいありがとうございます。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、菊池さんの分析を今お伺いしましてですね、私的にラベリングをさせていただきますと、ラベリングですよ、はいはい、もういいね、はい、次回のゲストさんはですね、周りの方とこう強調しながらきっとね専門性を極めていらっしゃる方なのかなと思っております。はい、実際どうなんでしょうね、はい、楽しみにしていてください。ね、はい、以上地は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、なんか喋ってるうちに時間来ちゃったなっていう感じで、もう、最近毎回そうなんだけど。本当ですか。いろんなことを話してるうちにどんどん時間ばかり過ぎちゃって、まあ今回ね、オープニングトークでね、ホマデカ TV のね、はい、お話もちょっとさせていただきましたが、まだ私は熱を帯びてますよエンディングですが、ありがとうございます。はい、それくらいね、やっぱりとても感動したというか。ありがとうございます、ね、テレビってすごいなって改めてこう感じる部分がたくさんありましたし、ね、うん、ね、こうなんか胸にある思いがありました。うん、はい、あと今回ね、いろいろ言葉の魔法もね、面白い言葉が出てきましたよね。そうですね、はい、ね、普段みんながね、うん、何気なく使ってる言葉なんだけど、はい、やっぱり皆さんその前提って考える習慣がついてないんですよ。その言葉を使う時の前提ってのは。そうなんですよね、その前提が入るって思ったのにね。前提がね、うん、言葉に、言葉自体じゃないから。そうなんですよ、頑張るぞって言ってる時は嫌なことやる時だからね確かにそうですね。だって趣味で没頭する時にさ、頑張るぞって言わないでしょ、はい、言わないです。歌好きな人がさ、はい、歌どんどん歌ってくださいよって言ったら頑張るぞって言わないでしょ。え、いいんですか、いいんですか、じゃあやっちゃいますよってやるじゃない。おっと、これは危険な言葉ですねそれがさ、だからやっぱり自分の中に義務とか義務を果たすとか、はい、しなければいけないとかって考えてると、どうしても努力とか頑張るって言葉を使ってしまうんですよ。ついついね、頑張るってその嫌な気持ちじゃなくても、なんか自分の相手に対してもエールという感じでね、人に使うときはいいんです、うん、人に使うときは構わないんです。自分の口から言ったときって絶対が何か無理してると思う。人にいいんですよ、ね、応援だから頑張れよ、はい、頑張れよって全然おかしくないの、はい、自分が言い出すとそれはちょっと違うんじゃないのってことで、同じ言葉でも違うんだよ。ドキッとしましたよ私も誰が言ってるかによって同じ言葉でも、まあ、ね、前提が違うよねってことなんだよ ね、 リスナーの方もね、はい、ついついこう私もたまに使っちゃうんですけど頑張りますってこう使っちゃったりするんですよね。でもやっぱりそこの裏側にはちょっと苦手なことが含まれてたりとか、緊張するなとか、なんかちょっと嫌かなって思うところがあるときについつい使っちゃう言葉なんでしょうね。無意識に使っちゃってますけど、すごい面白いなというふうに感じました。ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたしますはい、では皆さん、番組へのご意見ご質問ご感想などお待ちしております。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。